岐阜に現れた太陽、彼に登場していただきましょう。続きまして FC 岐阜キャプテン背番号42、柏木陽介選手です。お願いします。こんにちは。正直勝った上で皆さんに会いたかったっていうのが本音です。まあ皆さんもそう思ってると思います。ただでも暗い気持ちで今日皆さんにお会いするのは嫌なので、ここから明るく楽しく盛り上がって、皆さんとこのいい時間を一緒に過ごしていけたらいいなと思っています。ただ暑いので水分補給などしっかりして皆さん盛り上がって楽しんでいってほしいなと思います。今日一日よろしくお願いします。柏木キャプテン、ありがとうございます。こんにちは。陽介も言ってましたけど、今日はまあファン感なんで、みんなが笑顔で帰れるように、選手もいろいろ準備してますんで楽しんでください。はい、こんにちは。背番号22番、ありがとうございます。村瀬さんです。よろしくお願いします。出てないですよ。特にいやいや、出してくれてます。特に出てない、はい、いつも来てくださってるんですよね。いつも見てます。ありがとうございます。あれだっす。人気もんだ。仕込んでるなぁ。どんどん出したい。どんどん出してください。22番どんどん出してください。次の方いいですか。次背番号10ですよ。庄司選手お願いします。仕込んでるなぁ。背番号10番の庄司です。よろしくお願いします。あ、いるいるいる、いっぱいいる。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ岡村選手。はい、背番号6番岡村です。よろしくお願いします。6番なんか持ってる人大丈夫ですか。三島じゃないでしょうね。一人大丈夫ですね。二人はいはい、という以上5名とトークショーやっていきたいと思いますが、はい、事前にファンサポーターの皆さんから質問を届けていただいておりますので、まずはそちらにお答えいただきたいと思います。早速ですが、柏木キャプテンに、はい、清丸さんから、あ、座っていいんですか。はい、あ、じゃあ座ります。清丸さんからこんな質問が届いています。柏木選手はインスタで岐阜のいろいろなお店や観光地を紹介してくれていますが、ベストワン紹介したいお店または観光地はどこですかと、まあ、いっぱいありますが、はい、だからどこまで言え、なんかご飯屋さんとかもいやらしく聞こえたら嫌やなっていうか、その高級店みたいなとこ言った方がええのか。そうですね、夢ありますね、それはね。やっぱ岐阜に来てやっぱジビエっていうものがやっぱ岐阜の名物だと思ってるんで、やっぱカタツムリさんに行かせてもらった時に、はい、うん、本当に美味しかったですし、なんていうんですかね、この生きるってこういうことなんやなっていうか、そのいろんなものをね、その動物をこうやってみんな飼って生きてきたんやなっていう、うん、昔の、ね、話も聞きながら食べてすごく感動したし美味しかったんで、うん、ぜひ一回行ってみてほしいなと。地元の人やからこそなんか行かないみたいなのが、ね、なんかあるんじゃないかなと思うんで、うん、ぜひ行ってほしいなとは持ってます。はい、山形市のいじら湖のあたりですね。そうですね、山形市のぐねぐねと奥の方に行ってもらえたらいきなり一軒家出てきますんで、はいはい、ぜひそこに行ってみてください。カタツムリでございます。はい、キャプテンありがとうございます。はい、続いて岡村選手に小遠藤渡さんから。小遠藤渡さん、しょうがない、そう書いてあるんで。誰だいじる。小遠藤渡さんから、2019シーズンに、はい、FC 岐阜でも監督を務めた北野誠監督とのエピソードはありますかといただいてます。高松が本拠地のチームの蒲田マレーの時だったんで、はい、2車線のすっごい長い道路があって、はいはい、でそこ車通り多いんですけど、朝練習行った時車全然通ってへんなと思って、ほうほう、バッて後ろ信号止まって見たら、はい、北野さんが大型トラックの運転手止めて怒鳴ってました。はい、おいいですね。ギリギリ、これがギリギリのこれギリギリでしょうね。はい、今となっては笑い話です。はあ、ははあ、なんか俺には頭が上がらないとも書いてありましたが、その辺どうなんでしょうか。上がらないというか、もう怖いんで今も話すの緊張してますし、僕もたまに LINE とかしてもらえるんですけど、はい、回数返信とか30分くらい悩んでます毎回。そうなんですね、はい、デリケートな問題なんですね。普通に今も切れられるんじゃないかっていう、ね、うん、はい。先日長良川競技場来てましたが、その時は会えましたか。はい、会って、その時も匠とか結構フランクに喋ってたんですけど、はい、僕はもう全然喋れませんでした。なんか世代間のギャップを感じますね、そこね。はい、はい、じゃあこれ以上のことはまたどっかでね、ひっそりとお話しいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。トニーさんからこんな質問が来ております。はい、ゴールパフォーマンスについてですが、ウルトラマンパフォーマンスは今後も見られますかという質問いただきました。考え中です。考え中。ゴールパフォーマンスっていつ決められたんですか。
息子が天気メタルやってって言ってたんでやったんですけど、はい、その試合ちょうど息子試合見に来てて大体いるところ分かってやったんですけど、うんうん、家帰ったらその時トイレ行ってたらしくてパパはなんで俺がいないのに、うん、ウルトラマンポーズしてたんだって怒られましたパパは一生懸命やったんですよね、はい、たまたまトイレ行ってただけでちょうどよかったですもう分かってましたはい。柏木さん結構ボランチで組まれたりしますけど、はい、どんな選手なんですか？庄司ですか、はい、選手ですか。いや庄司ほんまずっと誰かのこといじってますよ一生一生喋ってるし、うん、この二人うるさいんですよ。岡村選手なんかずっと笑ってるみたいな感じで、キリも調子いい時はめっちゃうるさいです。調子いい時うるさいやつしかいないんですここ。この中やったら多分ダントツ俺が静かですね。あ、だからトークショー。それは嘘。それは絶対嘘です。まあでも、うん、まあうるさいのが揃ったって感じですかね。そうですね。やっぱだからここにいるんやろなっていう。そうですね。トークショーに選ばれたということですからね。はい、なるほど。じゃあ庄司さんまたあのウルトラマンパフォーマンスに変わるものも含めてどんなゴール決めてください。はい、ありがとうございます。お願いします。船津さんにはね質問が実は、はい、ないでしょ。ないでしょ。ないでしょ。あるでしょ。興味ないでしょ。1個だけあったんですよ。1個だけかい。1個だけ?1個だけありました。1個中1個。はい。はい。トモさんからこんな質問が来ています。お子様のことなど、チームの先輩パパたちに相談することはありますか？そして、一番ためになったのは、どんなアドバイスですか？という質問です。いや、もうそんなし、いっぱいありますし、うん、もうここにいる先輩方、はい、まあ、先輩方っていうか、親としての先輩方は、はい、もうみんなに、いろいろ聞きましたけど、はい、一番その子供の話して喜んでくれるのも渡るなんで、はい、あんまり日頃全然喋らないんですけど、はい、子供の話持ちかけるとすっごい笑顔で喋ってくれるんで、渡るさんにはよく聞きました、はいはい、渡るさんはその笑っておじいちゃんみたいに聞くだけじゃなくアドバイスはしてくれないんですか？子供の話だったらもう進んでむしろ質問してくれます。へえ、はい、どうや今こんなんなってへんかと。そうそうす、へえ、いいかわいいやろ、へえ、参考になっている。まあそうですね、参考になってます、うん、はい、なんかちょっとクールに決めてますけど今日ファン感やからって本当はデレデレなんでしょ？僕ですか？はい、いやまあまあ、まあ、そんなデレデレしてるんですけどやっぱ、はい、あのママっ子で多分船さん大だやめとけ、泣きまくるんで。あ、なるほどね。あまり懐かれてない。いやいや、そうなんです、まあ、やっぱおっぱい出ないんで。でも懐く岡野もチビでも、うん、船ではなくんでしょ。船さんの時はもう全く笑顔見せないです、うん、僕の息子も。なんかあるんやろな。たまにあると思います。嫌な感じあるもん。嫌な感じあるね、うん、あるあるある。出してるのかな。あ、出てんだ。勘のいい人ですね赤ちゃんながらね。いやいや、ね、勘悪いです。全然、まあ大人になって気づくんでしょうね。なるほどね。あの人よかったんだって、 あれがパパだったんだって気づくんですか？違う違いますか？もう気づいてる。もう気づいてるはず。はい、そうですか。でもなんかね本当にパパの一面もあってますます頑張らなきゃいけませんね。そうですね、はい、うん、期待しますよ。ありがとうございます、はい、お願いします、はい。サッカー選手になりたい息子の母さんから、息子さんがキーパー希望ですがお母さんに似てちょっと小柄なんだそうです。食も細くてなかなか食べられません。桐畑選手は大きいからキーパーになったんですか、それともキーパーを目指すうちに大きくなったんですか、という割と具体的な質問が来ています。あ、いい質問ですね、はい、僕はキーパーが好きでキーパーをやってたんですけど、お父さんがバレーの選手で僕末っ子なんですけど、上のお兄ちゃんも2人とも180後半あってなんかいい感じに、キーパーが好きだったんですけどこの子は身長も伸びるってことでラッキーでしたね。うん、だけど大丈夫です。僕の尊敬する菅野選手は、うんうん、本当に陽介と同じぐらいだったり、身長もそんな大きくないんですけど、ゴール入ると本当に僕より大きい人で、身長じゃなくても絶対なれると思うんで、ぜひ、サッカー選手のお母さんになった、はい、さんになってほしいですね。なるほど。サッカー選手になりたい息子の母さんから、はい、Jリーガーの母さん。調子悪いですね、今日。うまかったよ。今日分かりにくかったけど、うまかった。そう、本当に。うん、俺は分かった。引っ掛けて、引っ掛けてないからでしょ、今日ね。引っ掛けてないからじゃないの。飲んでないの。いや、暑いですね。珍しいの。調子悪いな。ものすごいうろ覚えのまま完走していただきましたが、ただ本当身長だけじゃないと、まあ、イギータとかも小さかったですもんね。みんな、はい。ね。はい、ということなので。カンポスもね、カンポスとかね。カンポスとか。いいですね。そうですよ。吉勝さんも180なかったんじゃなかったっけ。ね、岐阜にいた。はい、なのでぜひね、サッカー選手になりたい息子の母さん、このまま息子さんを応援してあげてください。これにて終了とさせていただきたいと思います、皆さんに大きな拍手をお願いします。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。1チームあたり4名の選手、はい、合計8名の選手に登場していただき、これからクイズ大会を行うんですが、出題される問題もちょっと変わっているそうです、うん、今ステージにいる選手、この8人以外の皆さんから、ここにいる以外の皆さんから選手たちの私生活とか裏側とかを事前にリサーチしていると、丸裸にするような問題が用意されているということです。 A チームからは橋本航選手よっ、 B チーム代表田中純也選手よっ、先輩先輩、早押し勝負ってことなんで、純也より早めに押してしっかり答えたいなと思います。まあまあ真面目だな。もう選手から一斉に突っ込みが入りましたが、お手つきなしでお願いしますね、渡部さん。あ、そうですね、じゃあしっかり考えて、はい、なるべく。いや、お手つき早い早い、どうぞ。早い、田中純也の左手お願いします。本当にでもこれちゃんと、はい、ちょっと、まあ、いいか、遊ばないの、それ電池切れるから本当に、はい、お願いしますよ。では田中選手も一言意気込みを。全く自信がありません。はい、シンプルで最高ですね。畑純喜選手の試合前日のルーティーンは何でしょうというのがね、第一問目です。はい、第一問、畑選手の、これね、もうせ、同じ選手間なんで、もう知ってるでしょう。もう答えていいんでしょ。もう、分かった方が、はい、いいですよ、田中純喜選手。はい、じゃあマイクを渡していただいて。はい、入念なストレッチ。入念なストレッチ、違います。あっさり、あっさり。はい、橋本選手、見かけたことあるんで、お、なんか洗面所の掃除をしてると思います。あ、正解です。すごい、これ当たるの、これ。クラブハウスのお風呂入る前の洗面台をなんかよく掃除してるイメージあるんで、まあ、それが試合前やったり。ということで第1問目、はい、当たると思わなかったね、なんちゃん。そうですね、はい、はい、正解が出ました、橋本航選手が見事正解です。 A チームにワンポイントです。はい、1ポイントです。じゃあ、はい、席にお戻りください、はい、いいですか。続いて第2問目を答えていただくのは A チームから老地義敦選手よっ、おいちゃん。 B チームからはんどかチャールス選手、はい、よっ、ボニー、ボニー、かっこいいですね。いけ、とても脱臼してるようには見えませんね。面白い回答で当てたいと思います。はい。松本選手が大丈夫、大丈夫、おいちゃん。あ、ちょっとテンパってますね。はい、面白いかつ正解と、はい、ね、と僕はこの道、このクイズの道が長いんで、まあ、ここで負けられるわけにはいかないんで、ここ。いや、もう、カミカミで、もう、もう、もう、ダメですよ、絶対。流してください、流してください。ちなみに、ちなみに何年？いや、ちなみに何年？今日からです。最近キンキン。みんなでいると、誰とでもフレンドリーだけど、二人になると気まずい雰囲気を出す選手は誰でしょう。お、お、運動家選手。はい。橋本渡。今気まずい、違いました、今気まずいですね、すいません、俺らも気まずいですね、これね、気まずいですね、すいません、うん、違います、今が一番気まずいよ、うんうん、今が一番気まずいよ、なんか、すいません、渡辺さん、すいません、今罰です。あ、違いますね、罰です、あ、じゃあ、はい、安心してください、渡辺さん、罰です。さあ、早押しですよ、思いついたら。あ、おいじ選手、岡村選手。おお、それなんでですか、おいじ選手。それ理由も聞こう。みんなといるときはすごい元気なイメージなんですけど、意外と根、ね、が真面目っていうか、そういうイメージもあるんで、そうかなと思いました。岡ちゃん言われてる。悪口言ってますね。岡ちゃん言われてますよ。悪口言ってます ね。ものすごい営業妨害入りましたけど、今ね。ちなみに、罰です。罰だ、罰だそうです。はい、じゃあ誰でしょうね、はい。早押しですよ、早押し。はい。じゃあ、運動家選手。あ、おいじ選手、丸をしまってください。はい。船津哲也選手なんですかね。なんででしょうか。ちょっと今スタンドの方にいて目が合ってしまったんで、ついつい押してしまいました。ちなみに丸か×か。 ちなみに違います。×ですか、はい、まだ当たらない。さあ、そろそろ当てたいところ。さあ、そろそろ当てたい。じゃあ、ちょっとヒントをね。ヒント、ヒント。大西良太郎選手が、はい、考えてくれたヒントなんですけど、普段はうるさいのに
家事は完璧にこなす選手らしいです。おお、はあ。さあどうか。早押し。はい、宇野川選手。富樫選手。おお。正解でーす。正解でーす。そうなの。知らなかったよ。すごいです。ヒントで分かりました、宇野川選手。ヒント？なんで分かった？そうですね。ヒントをまあ大西選手と仲いい人と、まあ、結婚してる人って思って、まあ、実際に気まずいんでちょっと2人になるとそれかなと思って。気まずいんだ、はい、そうです。何あの普段はうるさいんだけど、ね、2人になると、はい、そうですね、まあ、まんまですね、その感じですこれ、はい、言われたくねえなーこれはい、ということで、これはちょっと裏でやり合ってください。ねえ、はい、今度は宇野川選手が正解ということで、はい、B チームにワンポイント入ります、はい、B チームにワンポイント、1対1ですね。A チーム山内明選手、そして B チーム大野チョルファン選手。俺では当ててこないからね。ここでは一番若手なんでバンバン押していきたいと思います。そうですね、はい、新人らしく、はいはいはい、見せてください。いいねいいねいいね。そして、はい、チョル選手はどうですか。いやもう当てに行きたいです。勝ちです、ね、この辺も。これ初めて意気込みらしい意気込みを聞きましたね今奥歯が外れて金歯を一度飲み込んでしまい、現在つけている2代目金歯の選手は一体誰でしょう。どういう問題これ。お、早押し来た、山内選手。陽介さんですか。違います。あ、違います。なんでそう思ったんですか。そう、なんでなんで。いや、金歯なんでお金持ちって言ったら陽介さんかなと。銀歯じゃないところがね、はい、金歯、はい、ういういしい。いやいや、お金持ちの選手もいっぱいいるからね。もう一回出題をおさらいしますけど、奥歯が外れて選手かもしれないね。奥歯が外れて金歯を一度飲み込んでしまった選手ということで、さあチョル選手も早押しバンバン押す言ってましたけど、どうでしょうね。どうでしょう、宇賀神選手。おお、宇賀神さんどうでしょう。理由は何で、うん、お金持ちだからです。お金持ちだからね。誰がお金持ちは。お金持ってないわ。お金持ちなんですね。お金持ち、宇賀神選手。また初々しいなこれ。さあ誰でも違います。違うと。違います。違う。え、何山内選手。え、宮田会長です。あ、なんで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 。いや、お金持ち。それは持ってるでしょうね。宮田会長。それは持ってるでしょうね。ああ、宮田会長自ら今罰をしてくれています。え、でもちなみにお金持ちですよね。あ、それは丸。それは丸。そうですか。後ろに奥さんいるんで奥さんに聞いてみましょう。お金持ってますよね。奥さんお金持ちですよね。あ、罰ですか。丸でした、丸でした。罰ですよ、罰ですよ、宇賀神選手。ヒントはその選手のお父さんが歯科技工士。難しいな、知らんやろ。お、山内選手、庄司さん。お、正解です。というか松本選手なんで知ってんすか、そんなこと。なんで知ってたんすか。なんでなんで。やっぱ後輩のことは全部知ってます。いや怖い怖い、その顔怖い、松本選手。さあということで、ちょっとカンニングにはなりましたが、これ南波さんどうですか。まあまあ、チーム戦ですからね。うん、よしとしましょう。はい、はい、では A チームに1ポイント、はい、ありがとうございます。お、2対1、A チームリードですね。最終第4問目は、A チーム、松本拓也選手。下から来た。大きい人下から来た。ありますね、さあ、それを見て、はい、クイズ王、宇賀神智也どう出るか。B チーム、宇賀神智也選手。なるほど、昨日いっぱい走ったんでね。リアルなやつですね。はい、リアルなやつで。はい、では、まず松本選手、意気込みなど聞かせてください。リード守れるように。頑張ります。そういうことですね。こっから無失点でいけば勝てると。そうですね。黙らないでください。あんま最近無失点がちょっとやっぱ少ないんでね、無失点で。ね、欲してる。ボソボソ言わないでください。ね、響きのある声で言っていただきました。宇賀神さんは意気込みなどは。いや、みんなもう多分熱いと思うんで終わらせに行きます。はい。終わらせに行く。終わらせに行きます。あ、はい、船津選手が、彼女、かっこ現在の奥様を、はい、宇賀神選手。つまんない。言われてないです。感じの問題ですよね。言われてないです。つまらない。つまらない。正解。違う。そうかもしれないけど、ね、あのポイントいっぱい入っちゃうからこれ。違った。まだあの、まだね、違うみたいですね。じゃあ早押しすぎました。早押しなんでいい、いいです。つまらないですが、はい、はい、ですが、ですが、はい、問題変わりました。彼女、過去現在の奥様を怒らせてしまった告白。ピンポン。はい。押してください。あ、押してください。ボケがダサい。ヘルメット型のやつかと押してください。すいません。はい、はい、いいですか。はい。はい、押しなが。はい。ここが出てる。出てますが。出てますが。船津選手はつまらなくてここ出てますが。はい。
告白に関するエピソードとは、はい、怒らせてしまった告白に関するエピソード。お、松本選手カンペ読みながら告白したあ、それは怒るらしいで、らしいですね、らしいですね。どうでしょう、ナンパさん、どうですか。それもほぼ正解なんですけど違います。あ、今ね、いなくなっちゃいましたね、うん、いなくなっちゃいましたね。もう辛くなったんでしょうね、うん、で、ナンパさん、ちなみに丸バツは忘れてますけど、それはあの、バツです。バツ、はい、バツだそうです。難しくね、結構。宇賀神選手、そんな話はどうでもいい。おお、ズバッと切りましたね。ですが、ですが、どうでもいいんですが、それも正解なんですが、それも正解なんですが、一応ここの、あの答えとは違います。なるほど、違いました、はい、ポイントいっぱい入ってますが、はい、松本選手当てますね。あ、来ましたよ、告白をしたお店に行ったんですが、うん、ふな君はその店で告白したっていうことを忘れていた。どうでしょう、南波さん。正解です。最低。本当ですか、ふなつさん、拍手してますけど、実はですか。いやー、これは気まずいですが、だからあれですよね、そこの彼女を招待して呼んだにもかかわらず、次回その店の前通った時はこの店良さそうだね、入ってみようかみたいな、この店ええなーって言ったら、うん、嘘でしょって言われた、うん、そういうこと。多分そういうことでしょうね。で、最悪やな。頭の中ぐるぐる回してはっってなったらしい。でもそこで気づいたのかな、大丈夫だったの。うん、まあでも結婚されてるんで大丈夫ってことになったんじゃないですか。大丈夫ってことですね。トータルで言ったら僕の一番最初の答えが面白くないっていうところに行き着きましたね、やっぱり。やっぱりね、トータル、ね、はい、面白くなかったっていう、いやでもこれ船津選手だけだったらいいんですけど、奥様もこれ被害被ってるからね。そうですね、うん、はい、いやでもよく当たったなという問題が続きましたが、ちょっと待ってくださいよ、うん、っていうことは、はい、今松本選手が正解したということで、はい、このクイズ大会勝利チームはA チーム。はい。ああ。じゃあ、あの勝利チームの松本選手は今後のこの感想、今日の感想と今後の今後の今後のね、今後の感想と今日の感想の抱負、今後の抱負です。今後の今後の抱負じゃあ言います。今後の、うんうん、今後の抱負。トークに。トーク。助走あるじゃないですか。うん。乞うご期待っす。お今後、今後今日の今後今日の今後ね、これからの HG フの今後じゃないですか。、ね、数分後の話。今日ね、はい、やっぱ一戦必勝だからね。今日のイベントの、はい、あれね、はい、はい、うん、まあ本当に次の瞬間を大事にしようということでね、まず目の前のね、うん、はい、男の子コンテストに乞うご期待ということですね、はい、サッカーの方も一言もらっていいですか。サッカーの方も一言。サッカーの方もなんでそこで2ゴール。サッカーの方も、はいはいはい、サッカーの方も、うん、そりゃやるしかないでしょ。ああ、いいですね。やるしかない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 。いや、素晴らしい、うん、それでいこうじゃん。はい、ね、やるしかないね、はい、6文字でやるんだ。やるんだね、はい、減りました4文字に、うん、さあ、宇賀神選手もじゃあ同じ質問でいいですか、はい、このクイズの感想と今後に向けて、はい、クイズの感想、はい、なかなか面白かったんじゃないですか。皆さん、クイズをついに破れましたが、そのあたりは、はい、破れましたけど、まあ、あの試合ではちゃんと勝ちたいと思います。お、はい、なので、まあ、今日これだけね、あの暑い中これだけの人が見に来てくれたっていうのが、はいはい、あの僕たちに対する期待の表れだと思うの で、 そうですね、あの残りの試合、自分たちまだまだやれるぞっていうところをしっかりとあの見せたいと思います。今日は本当にあの昨日は本当に悔しい結果でしたけど、まあ、今日はしっかりと切り替えて皆さん楽しんでいっていただければなと思います。はい、ありがとうございました。はい。